就職する予定だったんですけど、どうしようかなみたいな思ってたら親が死んじゃって、そしたら6000万ぐらい入ってきて、すぐ会社買って月1回が行って、まあ遊んでるうちになんか大体飽きてきて、このまま消費しててもいい人間なんないなと思って、じゃあお店作ろうと思ってお店作った。田中海です。オープンブックの代表やってます。オープンブックは新宿ゴールデン街にあるバーなんですけど、ポンとレモンサワーという、そういう2つのコンセプトでやっています。レモンサワーのこだわりは、このランドルフィルターっていう、まあビールの機械を使ってレモンの香りだったりエキスをこう浸透させてレモン焼酎みたいなものを作ってます。そこにライムシロップっていう甘みを足して、まあ、さらにもう一回レモンを絞ってさらに酸を足す、いろんな味の側面を、まあ、一杯のレモンサワーに閉じ込めるっていう発想です。ちょっとカクテルに近いような、まあ、存在を目指してやっています。ゴールデン街のお店出す人って、働いてる人が出すから、店側から見るとお客さんが同じお客さん、そうだ、僕らはどちらかっていうと、まあ、今までゴールデン街行ったことないような人をターゲットに、新しい人を呼び込もうというところでやっています。新しいお客さんが来てくれて、またその人がゴールデン街を知ってくれたら、またゴールデン街自体も新しく回っていくんじゃないかなっていうふうに考えてます。お店出したきっかけは、おじいちゃんの本があったからです。おじいちゃんは戦後の作家で直木賞も取っていて、まあ言ったらゴールデン街では有名な存在であって、まあ、いわゆるその軍団バーみたいなコミュニティを作っていた人だったと聞いています。結構面白くて、戦中の話とか、まあ、その後は戦後のどさくさとか、ある意味ちゃんはちゃめちゃというか、そういった話が多くて、使命感じゃないですけど、まだそういう話をどっかに置いて残していかなきゃなっていうのは思ってます。サワーじゃないですけど、すごく馴染みのあるものにちゃんとまた新しい価値を与えていくこととか、ゴールデン街がまたそれも古い街並みだったり、まあ、歴史みたいなところにちゃんとこう接続性を与えて何か新しいことをするっていうのは、まあなんか僕の中で一個の、まあ、成功じゃないですけど、なんか方法論として今ちょっと見つけてきてるんで、まあ、いろんなものをにチャレンジしていけたらなと思ってます。